さあでは今日のメッセージのタイトルを確認しましょう。コリントビトへの手紙第1 11回目ですね。教会内の無秩序。今日のサブテーマは性的汚れ。聖書箇所は6章12節から20節では朗読をお願いします。コリントビトへの手紙第1第11回。教会内の無秩序。 性的汚れ。コリント人への手紙、第一、六章、十二節から二十節。すべてのことが私には許されている、と言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されている、と言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにある。 と言いますが、神はそのどちらも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく、主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主を蘇らせましたが、その道からによって私たちも蘇らせてくださいます。あなた方は知らないのですかあなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのに、 キリストの体の一部をとって、幼女の体の一部とするのですかそんなことがあってはなりません。それとも、あなた方は知らないのですか幼女と交わる者は、彼女と一つの体になります。二人は一体となると言われているからです。しかし、主と交わる者は、主と一つの霊になるのです。みだらな行いを避けなさい。 人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、みだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですかあなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた精霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、 自分の体をもって神の栄光を表しなさいはい朗読ありがとうございましたタイトルをもう一度確認しましょう「コリン・トビテへの手紙第11回目教会内の無秩序」サブタイトルが「性的汚れ」6章12節から20節今日はこの箇所からお話をしたいと思います。いつものように インントロダクションですね、はじめにというところまず文脈の確認から入りましょうコリントビトへの手紙がどのように書かれてきたのかまずイントロダクションの部分がありました最初の9節ですねこれはもうすでに終わっています2つ目に教会内の分裂というテーマが出てきました。これが1章から4章まで合計4章を使ってパウロがこの問題を取り上げていますね。 パウロにとっては、教会内の分裂というのが非常に重要な深刻な問題であったわけです。それが終えました。そして3番目、教会内の無秩序、5章、6章、2章を使って、教会内に秩序がないということ、このことが論じられます。サブテーマが3つあります。3つのポイントに分けることができます。 一番目が禁親相関の罪、5章1節から13節二番目が信者同士の裁判、6章の1から11節三番目が性的汚れ、6章の12から20ですね。今日は、教会内の無秩序のテーマの中の三番目、性的汚れについて取り上げたいと思います。この問題が特にコリント教会の問題である理由は、 彼らが住んでいたコリントという町自体が非常に道徳的に堕落している町であったということと深く関係していますね。その内容を今日は確かめたいと思います。さあそこで内容に入る前に注目すべき点を今確認しておきましょう。注目すべき点。まず一番目、ギリシャ人は、またローマ人もそうですね。 イリシャ文化に影響を受けたローマ人もそうですがギリシャ人は肉体を軽視した、まあ、これはギリシャ哲学の特徴でもありますね。霊は善肉は悪という考え方が根底にあるわけです。これを霊肉二元論と言います魂は肉体という墓に閉じ込められているという言い方をよく彼らはしたわけですね。 つまり自由であるはずの魂が肉体という墓に邪悪なものに閉じ込められている。これが人間存在なんだという基本的な霊肉二元論の考え方があるんだということ。これがまず今日のテーマの背景にある考え方です。さらに二番目。コリントの信者の中には遊女と交わる者たちがいた。これが パウロが取り上げる大きな問題なわけです。さあ、サブポイントを見てみましょう。彼らは、こういうふうに言っていた。彼らっていうのはコリント教会の信者の中で、遊女と交わる人たちですね。食欲は容認されるのに、食欲っていうのは体が持っている要求ですね。なぜ別の肉体的欲求である性欲は否定されるのか。 食欲は OK、性欲はダメだというのはなぜなのかと彼らは論じたわけです。で、信者の魂は、つまり、信者になったものの魂は、普通の人よりはより高い位置に引き上げられた。つまり、どういうことかっていうと、本来魂そのものが肉体上のものであるけれど、特に信者の場合は、その魂がより 高い位置に、まあ、より潤化された状態に引き上げられている。だから、それい,いえですね。だから、肉体が魂に影響を与えることは、信者の場合はないんだと。肉体において行ったことが、魂に影響を与えることはないという主張につながってくるわけですね。もう一度確認すると、食欲は容認される。 なぜ肉体的欲求である性欲は否定されるのかという疑問信者の魂はより純度の高いものに変えられているそれゆえ肉体において行うこと肉体上の行為は魂に影響を与えることはないと彼らは主張していたわけです。でこのことはキリスト者の自由の乱用です。キリスト者の自由を吐き違えているわけです。だからパウロは この問題にはからアタックしていきます。そこで3番目、パウロは、聖書的な肉体の理解について教える。聖書的には肉体というのはどういう位置づけにあるのか、ギリシャ・ローマ風の理解ではなくて、ギリシャ哲学の理解ではなくて、聖書的な肉体の理解について彼は教えます。まあ、聖書的な肉体の理解というと、ユダヤ的理解ですね。 ヘレニズムに対してヘブライズムという言葉があります。ギリシャ文明に対してヘブル文明という考え方があります。だから、ヘブライズムに基づいて肉体をどう理解すべきかっていうのは、今日のパウロの論点になってくるわけです。では、今日の性的汚れというメッセージのアウトラインを確認しましょう。アウトラインですね。はい、3つの部分に分けて考えます。 一番、誤った前提の論破。前提が間違っているよとパウロは言うわけです。これが12から14節二番、友女との交わりに対する反論。15から17。友女との交わりを許容している者たちに反論していくわけです。三番、友女との交わりが罪である理由。反論した後、それが罪であるというのはどういう理由かというのを18から20節で パウロは語りますそして今日の結論着地点ですね。今日は教会内の無秩序の最終回ですのでまず教会内の無秩序,無秩序についてて復習してみますそして3つの問題があったこれがどういう問題であったかということをもう一度確認して自分の生活に適応したいと思います。これが今日の結論 着地点ですねまあ、3回分のメッセージの結論になっていると考えていただければわかりやすいと思いますではアウトラインをもう一度確認してみましょう3つあります誤った前提の論破有助との交わりに対する反論有助との交わりが罪である理由そして今日の結論教会内の 無秩序についての復習ですそして三つの問題に関する復習ですこれを今日は結論としてお話をしたいと思いますさあこれでイントロダクション終わりましたご準備よろしいでしょうか本論に入ります Are you ready? はいありがとうございますでは行きましょう性的 汚れに対する対処法についてご一緒に学んでいきましょう。では一番目です。誤った前提の論破。12から14節です。はい、12節を見てみましょう。すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも 支配されははししまません、はい12節説明し,ましょうさあここからですねパウロが使っているあの論理展開というのはこれ対話形式なんですね。あなたはこう言うけれどこうだという,こう対話形式でコリントの信者たちの誤解を糾弾していくこれがパウロのここでの手法です。 で彼らは全てのことが私には許されていると言っていたわけですが、彼ら旧約聖書の立法から解放されて自由が与えられているというこの真理、旧約の立法から解放されたというこの真理です。この自由を誤解していたわけです。特に今テーマになっているのが、性的関係において、 あるいは性的行為において自由の誤解があったわけですで。冒頭で申し上げたように対話形式ですね。対話形式で話を進めていくっていうのはギリシャ人には非常に馴染み深い方法だったわけです。でこの箇所からこれ以降ですねこの手紙の中では対話形式が多用されていきます。そのことに注目しながら ま今の私たちには若干違和感があるかもしれませんが当時の読者には非常に馴染みの深い方法であるという理解を持って話を進めていきたいと思います。でパウロはここにある全てが許されている全てが許されている2回出てきますけれどこれキリスト者の自由ですね。パウロほど、 キリスト者の自由を主張した人はいません。ところが、パウルほど誤解された人もいないわけです。ガラテア書のテーマ、ガラテア人への手紙のテーマは、まさにこれです。キリスト者の自由です。キリスト者は立法から解放されて自由になった。キリストにある自由ですね。これをパウルは強硬に主張した。ところが、 よく誤解されたわけですねどういう誤解かっていうとキリスト者の自由を教えることは法重な生活を許すものとなるということ自由を強調するとじゃあ何をしてもいいのかという生活になっていくということパウロはそういうことを教えているというふうによく誤解されたわけです今も恵みを強調すると 同じような批判を受けることがあるんですね。例えば、一度救われると救いを失うことはないという教えがあります。ハーベスタイムではね、私は、一度イエス・キリストを信じて救われた人は救いを失うことがないと教えています。これが批判の対象になります。一度救われたなら救いを失うことはないと教えたら、 じゃあ何をしてもいい。何をしても許される。クリスチャンが堕落した生活に陥っていく危険性があるじゃないかというふうに、今も批判の対象になるわけです。一度救われた人は罪を犯すことがある時々。その場合は罪を告白することによって許される。悔い改めないでいつまでも罪にとどまり続けると、神様の 強制的な裁きが与えられる。これが私たちのクリスチャン生活ですね。そもそも本当に救われている人がいつまでも悔い改めのないままで信仰生活を続けるというのは考えられない。本当に救われた人は必ず自らの罪を悔い改め、罪を清められる方向に導かれていく。これが聖書の教えですね。 ですからもう一度言いますが一度救われると救いを失うことはないだからキリスト者の自由っていうのは真理なんですそれをもとにパウロはこう言うんです「すべてが益になるわけではありませんすべてのことが私には許されていると言いますがあなた方はそう言ってますよねその通りなんですが だからといって、すべてが益になる,のなるわけではない。すべてのことが私には許されているとあなた方は言っていますけれど、私はどんなことにも支配されることは、支配されはしません。二つの補足説明をつけているわけですね。すべてが益になるわけではない。つまり、信者は隣人の 他者の益になるかどうかで行動を判断してるんだということです。自由はある。でも他者に、他者の益にならないならば、そのようなことは選ばないということです。あるいは私はどんなことにも支配されはしませんとパウロは言っています。どんなことにも支配されない。じゃあ何を第一にしているのか。信者は主に対する忠誠、主に忠実であることを第一に生きてるんだ。 これがキリスト者の自由の本質ですね。次、13、14行きましょう。13、14はなかなか難解な箇所です。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあると言いますが、これもコリントの人たちが言ってるわけですね。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあると言いますが、神はそのどちらも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく、 主のためにあり主は体のためにおられるのです神は主をよみがえらせましたがその道からによって私たちもよみがえらせてくださいます、はい、13、14行きましょうコリントの信者たちはこう言っていたわけですね食物は腹のためにあり腹は食物のためにあるこれも真理ですねこれはコリントの信者たちのスローガンです 彼らはこのこのとを口にしていたわけですもう少し詳しく説明すると食物と腹っていうのは消化器官のことです食物と消化器官の関係はこれは自然界に存在する適合という原理なんです適合してるわけです食物があるのは腹のためであり腹があるのは食物のためであるお互いが お互いに適合,適合しているわけですね。その食物と腹の関係を取り上げて、コリントの信者たちはとんでもないことを言っていたわけです。それは何かというと、体があるのは性的行為のためであり、性的行為は体のためにあるんだ。つまり、体と性的行為の関係も適合という原理で説明できるんだと主張していたわけです。よろしいですかここまで。 食物と消化器官の関係は適合関係にあるんだ。そして体と性的行為の関係も適合関係にあるんだ。と、こういう主張ですね。そこでパウロはこの食物は腹のためにあり腹は食物のためにあるというこの真理、このスローガンに先ほど行ったように補足説明を付け加えます。それは何なのか。 神はそのどちらも滅ぼされます。つまり食物と消化器官の適合関係っていうのは永遠の価値はないということです。したがって食べるためにだけ生きている人は永遠に残る価値の価値あることのために生きているわけではないわけです。食欲のために生きるということは愚かなことである。 適合環境はあるんだけれどそれはやがて滅びていくんだ。だから食欲のために生きるのは愚かなことであるとパウロはまず言っているわけですね。食物も腹も滅ぼされる。しかし体に関してはそうではない。主があがなわれた体には永遠の価値があるんだということです。そこでこの言葉が出てくるわけです。 体はみだらな行いのためではなく、主のためにあり、主は体のためにおられるのです。体と性的行為が適合関係にあるんではなくて、体と、それから主が適合関係にあるんだ。つまり、体は主の栄光を表すためにあるんだ。主は、そのために体を与えてくださった。 体と適合関係にあるのは何かというと主の栄光を表すということ主の栄光が体と適合関係にあるんだということですねそして神ははい次の節神は主をよみがえらせましたがその道からによって私たちもよみがえらせてくださいました神は主イエスをよみがえらせたその道からによって 信者もよみがえらせてくださるんだ。その信者の体は神の栄光をまさに表す栄光の体になっていくわけです。いつよみがえるのか。新約時代の信者は、景況が起こった時に、つまり教会が天に上げられる時に栄光の体に変えられます。その時に生きている人は生きたまま 栄活されて栄光に変えられて天に上げられます。新約時代の信者は、敬虚の時に復活の体を与えられます。つまり、ここでパウロは何を言っているかというと、神は体について永遠の計画を持っておられるということですね。食物と消化器官の適合関係は一時的であり滅びてしまうけれど、 体と神の栄光という適合関係は永遠に続いていくんだ。神は体について永遠の計画を持っておられる。それゆえ、体の扱いについては神の栄光がゴールであるということを目的に考えなきゃいけない。これがパウロの神学的理解なんです。で、このことを述べた後、パウロはこれからなぜ 幽助との交わりが罪なのかについて論じます。コリントの信者たちの問題はね、幽助との交わりの本質を理解していないわけです。彼らは体と幽助との交わりは適合関係にあるというようなおかしなことを言っていたわけで、幽助との交わりが本質的にはどういうことなのかということを理解していない。さらに彼らは信者がキリストを信じて改心したということ。 新しく生まれたということの本質を理解していない。そこにパウロはこれから切り込んでいきます。さあ、これで1番目のポイント終わりました。2番目のポイントに行きましょう。遊女との交わりに対する反論。15から17節ですね。遊女との交わりは適合関係にあるんだと考える人たちに対する反論。これが15から17節です。さあ、15節見てみましょう。 あなた方は知らないのですかはい。このフレーズが出てきたときは、次に出てくる教えが非常に重要な場合です。あなた方は知らないのですかあなた方の体は、キリストの体の一部なのです。それなのに、キリストの体の一部をとって、友女の体の一部とするのですかそんなことがあってはありません。はい。15節。これが、 パウロが論じる神学的心理ですね。あなた方の体はキリストの体の一部なのだってどういうことか。信者の体はキリストの体の一部である。キリストの体っていうのは教会なんです。イエスキリストを信じた人は地域教会にも普遍的教会にも属してるんです。ということはその人はキリストの体の一部になってる。キリストの体である教会の 一部になってるわけですそれゆへ優女と交わることは重大な罪になってくるんです優女と交わるっていうのは優女の体と一体となるということです信者はキリストの体の一部なんですその信者が優女を買って優女と一体化するとどうなるのかそれはキリストの体の一部を取って優女の体の一部とすること つまり、友女の体とキリストの体が一つになること。キリストの体と友女の体をつなげる行為になること。これが信者が行う友女との肉体関係の本質なんです。そしてパウロは何と言ってますか非常に強い言葉で。そんなことがあってはなりません。絶対にそんなことがあってはならない。これほどキリストの体を 冒涜しているけがしている行為はないんだとパウロは論じるわけです次16節それともあなた方は知らないのですか?」また出てきましたね「それともあなた方は知らないのですか遊女と交わるものは彼女と一つの体になります二人は一体となると言われているからですはいこのことを知らないのですか 性欲を満たすことと食欲を満たすことは次元が違うんです。どういうふうに違うか。遊女と交わるものはその行為の間だけ一つの体になるわけではないんです。遊女との肉体的交わりには永続性があるんです。一時的なものではなくなるんです。パウロは二人は一体となる。 と教えていますがこの関係がずっと続いていくわけですこれは創世記2章の24節から取られている言葉ですちょっと見てみましょうそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであるここですね二人は一体となるのである男女は 肉体的交わり、性的交わりによって一体となります。そしてこの一体となるというのは肉体の一体化だけではなくて魂の一体化、霊的一体化が含まれています。これが結婚の真理なんです。神が与えてくださった結婚という制度が神秘的である理由がここにあるわけです。肉体の一体化だけでなく霊的一体化が含まれている。 さっきの聖句に返ってください。16節。もう一度確認しましょう。そのことを前提に、遊女と交わるものは彼女と一つの体になります。二人は一体となると言われているからです。つまり、疑似的夫婦関係がそこで生じるわけです。つまり、一つの体になる、一体となる、肉体的にも、霊的にも、魂の面でも一体となるという関係が永続性を持って、 そこに存在するようになるわけです。17節言ってみましょう。しかし、主と交わるものは主と一つの例になるのです。キリストを信じた人は、霊的にキリストと一つになっています。キリストを信じた人は主と交わるもので、主と一つの霊になっているわけです。信者とキリストを切り離すことはできないんです。この 一体化っていうのは、霊的一体化っていうのは永続性があるわけです。これを切り離すことができない。だから、信者が友情と交わるということは、キリストの体の一部を取って、友情の体の一部とする、キリストを友情につなげることで、こんなことはあってはならないんだと、パウロは結婚の真理からこの教えを解き明かしているわけです。これで2番まで終わりました。次、3番目のポイントに入りましょう。 3番目「遊女との交わりが罪である」理由18節から20節18節見てみましょう「みだらな行いを避けなさい」「人が犯す罪はすべて体の外のものです」しかし「みだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです」はいこの「みだらな行い」「性的に堕落した行為」っていうのはこれは 他の罪とは根本的に違う。自分の体に対する罪であると、パウロは教えています。不道徳な状況が襲ってきたら、あるいは誘惑が襲ってきたらどうすればいいのか。パウロはここで、避けなさいと教えています。つまり、誘惑が襲ってくる、そういう状況が襲ってきたら、すぐに逃げるんです。これが避けるという言葉の意味です。すぐにそこから逃げなさい。 近づいてもいけない。そこから逃げなさいと言ってるわけです。すぐに思い出すのが創世紀39章の12節。ヨセフのお話です。ポテファルの妻がヨセフに言い寄ります。彼女はヨセフの上着をつかんで一緒に寝ましょうと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、彼女から逃れて外へ出た。ヨセフは彼女から逃げたんです。 彼女を避けたんです。すぐに逃げたんです。これが18節に戻ってくる。それパウロが言っているミダラの行いを避けなさいということですね。何十年も前ですけれど、あの伝道者を訓練する。世界的な大会がありましてね。私もそこに参加したことがあったんですが、ビリーグラム博士が面白い話を。 してくれました。興味深い話をしてくれました。まあ、こういうみだらな行いが問題になるようなことを避けなきゃいけないという話の中でね。ある時、彼は大きな伝道集会、クルスーエートでメッセージをしていたそうです。メッセージをしていたら、目の前から目の前にですね、素っ裸で走って、公団に、舞台に登って。 で来ようとしている女の人がいたそうですその時にビリー・グラム博士は何をしたのか彼はこう言いました「私は彼女の姿を見た途端に逃げました」「舞台から逃げました」「そこで静止したり彼女を押しとどめたりしているとそれが写真に撮られて文脈と関係なしに世界中にばらまかれる」だから私は一緒に映らないように彼女から逃げたんです。これは 一番賢い知恵ですよ。現実的具体的な知恵ですよ。伝道者の私たちに教えてくれたことがありました。まあみだらな行いを避けなさい。逃げなさい。そういう状況が起こったらすぐに逃げなさい。隠行の罪はパオロは言うんです。特殊な罪である。これは自分の体に対して犯す罪である。 そして、咽喉の結果は体に残る。まあ、遊女と一つになったという内容はいつまでも一体化という形で残るんです。病気も含めてそうですね。病気の感染もその一つだと思います。咽喉の結果は体に残るんだ。咽喉は 特に信者が行う淫行はキリストの体を汚す罪であるということ。これが信者が犯す淫行の罪の本質ですね。今どうと導かれていることがあるんですが、話の中でですね、このメッセージ聞きながら、かつての自分の失敗を思い返しながら、キリストの身体を 汚れた体と一体化させてしまったという重荷を負って自分を責めている方がいるかもしれませんが今日申し上げたいのはキリストの十字架によって許されない罪はないということですあなたが失敗したならばどんな失敗であったにしても今そのことを告白してキリストの 十字架の父を仰いでキリストの父をによって記憶していただくことができるんだということ。その時にあなたは完全にその罪の責めから呪いから解放されますから今この瞬間に一言祈ろうではありませんか。メッセージの途中ですけど一言祈ります。天のお父様今 罪のの重荷を負っている方のために祈りますどうぞ我らの罪を許してください。キリストの十字架によって清めてください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメンはい、18節まで終わりました。次、19、20いきましょう。ここも素晴らしい言葉が続きます。はい。 あなた方は知らないのですかはい。またこの言葉が来ました。この言葉が続くと、これ対話形式ですね。次に続く言葉が非常に重要な言葉なんです。あなた方の体は、あなた方のうちにおられる、神から受けた精霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。 はい、19 20ですね教会は聖霊の宮です聖霊の宮というと普通は教会のことを言うんですそれが3章16節に出てきました第一コリント3の16ですしかしここではあなた方は神から受けたあなた方の体は聖霊の宮であると言われていますここでは信者個人が 聖霊の宮だと言われていますだからこの比喩は教会全体を指す場合と個人の信者を指す場合と両方あるわけですね。個人の信者が聖霊の宮だと言われる例他にありますローマのを見てみまし,ょうしかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならあなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。 もし、キリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。つまり、クリスチャンは、イエス・キリストを信じた人は、内側に聖霊を宿しているということです。内側に御霊を持っているということです。御霊を持っていないならば、救われてないということです。イエス・キリストを信じて救われている人は、キリストの御霊を内に持っている。そういう意味で、信者個人の体は聖霊の宮だと言われるわけです。 そしてパウロは、はい、二十節に帰ってください。パウロは、あなた方は代価を払って買い取られたって,って信者の体はもはや私たち自身のものではないっていうことです。なぜかというと、信者一人一人が代価を払って買い取られました。巫女イエスの命という代価を払って私たちが買い取られたわけです。これはがなわれたというわけです。ということは、 私たちには代価を払って買い取ってくださった方への責務があるんです。その責務というのは何なのかというと、自分の体を持って神の栄光を表すことが信者の責務です。ですから体を肉欲のために用いるのではない、さらに体をしっかりと管理しないで不規則な生活や、あるいは 健康を顧みない生活をしていることはこういったことはすべて罪ですね。自分の体をもって神の栄光を表すことが信者の責務である。それゆえコリントの信者たちのある人たちが行っているような遊女との交わりは明らかに聖書が厳しく糾弾する罪であるということ。このことをパウロは確立したわけです。 それは罪だよやめなさいというだけではなくてポジティブに積極的に体は神の栄光のためにあるこれが自然界に存在する適合なんですそのことを意識して人生を歩みなさいとパウロは論じたわけですはい本論の解説はここまでにしまして残された数分間で結論を取り上げたいと思います 過去3回のメッセージを顧みてそれをまとめてみますね。私たちはこのところ3回にわたって教会内の無秩序という問題について取り上げてきました。なぜこれが起こったのか、その原因は何なのか。はい、原因は、懲戒が実行されていないことにあった。つまり、教会の中の権威が確立していない。 立つべきとこころががどななのかが分か分っていないそれゆえ罪があってもそれを罰する懲戒することが実行されないでそのままになっているそこにうちの問題があったとということです解決法は何なのかパウロは「解決法は分派の場合と同じである最初の4章ですね」。分派の解決法は何かというとキリストの十字架でした。 ここでも同じなんです。教会の無秩序の問題を解決するのは、キリストの十字架を正しく理解するということ。パウロは読者をキリストの十字架に連れ戻していくんです。それがこの手紙の根底にあるわけです。第一コリント一章の二十三から二十五をもう一度見てみましょう。これがこの手紙の一番土台にある教えです。 しかし、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。はい。23に戻ってください。 私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます十字架につけられたキリストこそ信仰の土台であり問題解決の土台ですそこに帰っていけば全て問題は解決するんだそして今日の箇所6章の20節教会内の無秩序の問題は6章の20節の聖句で解決されます見てみましょうあなた方は 代価を払って買い取られたのです、すキリストの十字架によって買い取られた、あがなわれた。ですから、責任があるんです。あがなってくださった方に責任がある。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。クリスチャンの肉体というのはやがて栄光の体に変えられるんですが、すでに今の段階で精霊の宮であるということ。さらに、クリスチャンの体は神の栄光を表すために与えられている。 クリスチャンの体と神の栄光が自然界の適合関係になってるんだということ。このことをしっかりと押さえておく必要があります。これは非常にポジティブですね。非常にポジティブとはどういう意味かというと、ギリシャ哲学的な肉体は悪、魂は善、霊は善という考え方を超越して、肉体そのものが善だん,だんだということ。肉体は 神が作られた秘蔵世界は善であり、肉体も善なるものであり、やがてフルに完璧に神の栄光を表す体に私たちが変えられていくということ。体が栄光に、栄光の体に変えられるというのはまさに神の栄光をフルに表す状態になるということですね。楽しみですね。歳とともに衰えていく体が、やがて神の栄光をフルに表す体に なっていくわけですクリスチャンにはそういうい希望があるわけですそれがその希望が試練の時困難の時を輝いて生きるための秘訣ですね困難な時輝いて生きるための希望を手に入れようでありませんか。さあ次のポイント2番3つの問題これは 教会内の無秩序が具体的にどういう問題だったかということを三つ取り上げてきたわけです。一番目、近親相関の罪、五章一節から十三節。パウルはこれを思い上がりの罪と言っています。これ何かというと、近親相関、父の妻を妻にしている者がいる。それをそのまま放置しているのは、あなた方が思い上がっているからだ。 自分たちは寛容な心を持っているというような思い上がりがあるからだ。それは肉的信仰から出た罪である。思い上がりの罪であり、同時に謹慎相関の罪を放置しているのは肉的信仰から出た罪である。こういうものはパンダネなんだ。粉全体に影響を与える。パンダネを直ちに取り除きなさい。これは現代的適応を持ってますね。私たちは 罪を取り扱うことに腰が引けてます。もちろんそうです。誰も誰かを懲戒処分にしたいなんて思う人はいません。嫌なことです。苦しいことです。懲戒なんかしたくないんです。誰でもそうです。だからみんなやらないんです。そのうちに教会内の無秩序が当たり前になってくるんです。それはパンダネを取り除いていないからです。 聖書的教会を作り上げるために神様は私たちにパンダネを直ちに取り除くように命じておられます。これが一番目の近親相関の罪の内容でした。二番目は信者同士の裁判ですね。これは六章一節から十一節でした。これも似たような問題でした。罪を軽く見る傾向が教会の中にあるんだ。 信者同士が訴え合う、外の裁判所に訴え合うことはとんでもないことだ。これは正しくない行為だ。その中で正しくないものは神の国を相続できない、つまり神の国に入ることはできないとパイロは論じました。正しくないものは神の国に入ることができないんです。つまり、法縦な生活を続けている者は本当に救われているかどうか 自己吟味すべきであるというこ,とこれが信者同士の裁判の中で語られたことです。最後「性的けれ」これ今日取り上げました6章の12から20。「遊女との交わりはキリストの体の一部をとって遊女の体の一部とすることである」このことをしっかりと神学的に理解しておく必要があります。キリストの体と遊女の体をつなげるようなことがあってはならない。 信者は代価を払って買い取られた。信者には神の栄光を荒らす責務があるんだ。これが今日の学んだ内容でありますね。教会内の無秩序の問題。それはパンダネを取り除かないからこういう問題が起こってくるんだよ。キリストの十字架に立ち返り、私たちはキリストの命という代価を払ってあがなわれ買い取られたんだ。だから 自分の体を通して自分の人生を通して神の栄光を表す責務があるんだクリスチャン生活のゴールは平安に恵まれた生活をすることではないんですクリスチャン生活のゴールは神の栄光を表すことです苦難の時も輝いて生きるそういう生き方が神の栄光につながっているわけです今週一週間も 神の栄光を表す生き方とは何なのかそのことを覚えながら歩みたいと思いますではお祈りしましょう天の父なる神様教会内の無秩序について3回にわたって学び今日それぞれのテーマについてまとめを考えることができましたありがとうございますどうぞ私たちの人生が 神の栄光を表すものとなりますように我らを憐れんで力づけて清めて導いて用いてくださるようにお願いをいたします。主イエス・キリストの皆によって感謝して祈ります。アーメン。はい、ありがとうございました。